おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。11月27日土曜日はノーベル賞制定記念日。はい、今日の名言にもつながるんですけれども、アルフレッド・ノーベルでございます。ダイナマイトを発明した人ですね。で、ダイナマイトを発明してですね、まあ巨万の富を得るわけなんですけれども、ノーベルはね。で、そのまあ彼がもう間もなく病気になってね、間もなくという時にですね、その遺書にですね、自分の遺産をそのいわゆる人類の貢献をしてきた人にですね、分配してほしいという遺言を書いたんだそうです。それが1895年のことで、その遺言を書いた日がこの11月の27日だということでございます。まあなんでそういうふうに思ったかというと、その残した遺産だから、何もしないで得たお金で、はまあ人にとって良くないと、人を堕落させるとね、良くない方向に導いてしまうっていう考えから、そういうのはもう全部分配した方がいいと。まあ、実際彼の死後にですね、彼の兄弟とかね、残された兄弟とか、争いがまた結果的には起こってしまったそうなんですけれども、もうだからそういうことが起こっちゃうから、ちゃんとその貢献した人に自分の遺産を与えてほしいということだったんですね。なんか168万ポンドのそのお金を分配したっていうことなんですけれども、まあ、それだけ取ってもノーベルの遺産の利子だけなんだそうです。どれだけ巨万の富を築いたかっていうことですよね。さあ、ではですね、その名言を見てみたいと思います。尊敬されるには尊敬に値するだけでは不十分。尊敬をされるっていう、まあなんか我々が仕事をしていて尊敬をされるっていうことのためにやってるというふうには普通普段は思わないと思うんですね。ただ一親としてね、例えば子供の前にいる時にその子供の行いをね、正すというか、もう良き方向に行ってほしいっていうことを願うと、親がしっかりとしなければいけないっていう気持ちにはなるものだと思います。そうなった時にね、ただまあ尊敬されようと思ってなんか普段の行動をするわけじゃなくて、みっともない行動はしないようにしようっていうふうにまず考えるわけですね。で、あとはまあその仕事に対しても人に恥ずかしくないような振る舞い、行いをしっかりとやっておく。ね、あとはまあね、できればね、頭がいいとかお金を持ってるとかね、そういうこともあるといいかもしれないんですけど、何か一つのものに長けてて、それに対して尊敬をされるだろうっていうふうにするものじゃないところも、人っていうのは見るわけなんですね。例えば巨万の富を築いたとしても、それでいろんなその家族であるとかその他のものを犠牲にしてる人が果たして尊敬されるのかっていうと、これまた難しいとね。だから尊敬されるっていうのは、そのふとした人間性っていうものがいつの間にかその尊敬につながっているものなのかな、なんていうふうに私個人は思ったりしますよね。だからその尊敬に値するっていうようなことっていうのを、いろんな方面で常日頃考えられるようになっていると、尊敬にいつの間にか値される、それ以上の尊敬される人間になっているのかもしれません。わかりません、私そんなにめちゃめちゃ尊敬されてる経験があるかどうかって、そういう風に考えること自体もなんとなくおこがましいと思ってしまうので、この言葉はもっと深いような気がしますけれども、まあそれだけ人を本当はね、幸せにしようとして作ったダイナマイト、まあ実際はね、そうでない、平和的でないものに使われてしまう残念なことも起こってしまったわけですけれども、その作ったノーベルとしては、本意はやはり人の役に立ちたかったということで、結果的に、ノーベルはたくさんの人に尊敬されることになったわけなので、見習う何かがあるような気がします。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。